マオコンの料理店に入っている松。続いては茶葉を使った豆腐の料理をいただきます。茶いえ豆腐、これも茶葉を使った豆腐なんだよ。味付けなんだろうかね、茶葉はね。お茶の味がする、はあ、お茶の味がね、しんなり入ってくるんだね。あとはもう塩コショウのピリ辛系の味なんだけど、ピリ辛が程よく効いた一品です。麻婆豆腐のようでもあり、しかし茶葉の香ばしさがあります。蒸豆的话，哈，它是，用我们一般的，传统豆腐也可以，还是一般的精致的那种所谓的，我们那种豆腐也可以。嗯。然后把它弄淋上我们调好的一个所谓的，猪肉酱。猪肉酱，因为蒸起来的时候才有香味。このミンチのね、豚肉の味わいとね、豆腐がすごいマッチしてんだよね。このあんかけに味付けをね、茶葉にで加えてんだろうけど、これは濃厚で、しかしインパクトあるね。味付けのインパクトに松も驚いたようです。あのミンチと豆腐の味をこうすごく自由に出して、最後にこう茶葉の味でこう引き締めるっていう感じかな。なんか茶葉がすごくまとめてるような感じ。この夜景はすごいね。しかしねこれ右側あれがイーリンとか、あれ三越でしょう。マオコンから見る夜景は絶景です。空気が澄んでいますから、イーリン、イーヤ、摩天楼がよく見えます。茶葉を使った卵屋も名物の一つです。チャーチエンタン、これでもかっていうぐらいね、茶葉を使ったのが出てくるけど、これちょっとあの普通の卵焼きとは色が違うよね。少し黒いような感じですよね。これあの大げさじゃなくて、茶葉にたどり着く茶葉がねちょっと入ってんだよね。黒いこう小さな茶葉入ってるんだけど、そこに行き着く前までのこの卵焼きのふわふわ感がすごい。これ茶葉入れなくてももう、こう卵焼きだけで十分。ちょっとあのごまの香り広がってくるしね。香ばしい、ごまの香り、ごまをよくうまい感じで使ってるよね。で一見こう見え方はなんか黒いごまがね入ってるみたいだけど、これが茶葉なんだけどね。茶葉の使い方ってのはここ本当に絶妙だよね。おしまいはこれ、茶葉のゼリー。これがね、茶葉ゼリー、なんか麦茶みたいな色ね。わあ、ほんのりした甘みと、もう口の中すごいお茶の香り広がるな。このお茶が味がね、すごい香やね、上品、上品さとね、ほんのりした甘さがいいよね。なんか爽やかな感じ、すごく清涼感がある。もうあのプルプル、食感プルプルで、で甘さがね、もうほんのりで、この砂糖のもうちょっとあるかな、ないかなぐらいがね、あの上品さでいいんだよね。この後は場所を変えてまだまだ食べ歩きます。なんとあのリンウェイ2も台湾に帰省した際、ターコーを見ていました。もう2回見たいですよ。嘘、これね、普通にこれでバッてやつ、あれってる、なんか声が聞いたことあるなえ、知らなくて見てた。そうです、なんかパーってこうチャンネル変えたら、えっ、この子なんか聞いたことあるな。最初なんか言うんじゃないですか。ああ、そうそう、はい、ナレーションで。そうです。でどこの地方だった。ね、台南かなんかどっか行ってまだ台北に行く
あーそう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 、台南で炭通麺食べて、でなんかマントとか結構食べてました。あそうそうそう、あれはでなんか買ってまだ空港で待ってる時に食べる。あ松と親交の深い林永通やお母さんは台湾の自宅のテレビで偶然にもターコーを見たとのこと。松はその言葉にも励まされ、さらに台湾の食べ歩きを続けます。日が変わってサンシャーの松、向かった先は麺や肉が有名で多くの客が来るというこの店。乾麺、乾麺いいわ、乾麺一碗，还要鸡肉啊，鸡肉。肉も鸡肉や中肉などがあるようです。啊，是什么？就是烧肉。烧肉。啊，烧肉。哎，有瘦的，有肥的，这样子。啊，这个，这个，嗯，它这一个鸡肉。鸡肉，嗯，对。鸡肉你要哪？鸡肉，这样子，小小，这样大。小的。嗯。はじめに出てきたのはこの3品。乾麺を注文したはずでしたが、スープが入っています。もう肉がね、これがだから豚肉、鶏肉で麺。まずはその麺からいただきます。評判らしいからね、やっぱお客さんもいっぱいやん。ああ麺が柔らかくてすごいこうスープのあっさりした味わいがね染み込んでて、こうちゃんぽん麺、うん、九州の長崎にあるねちゃんぽん麺に近いような感じだけど、太麺にスープがよく絡んでいます。すごくあっさりと肉の味わいが広がって、でそれからもやしも入ってるね、うん、もやしとそのニンニクも入ってるから、うん、この辺のこうあっさりした味がすごい広がる。客足が絶えないこのお店、味からもその理由がよくわかります、うん、あやっぱニンニクが入ってるね、これあのすごくね麺にね絡みついてて、でこの麺がスッと入っていて、ちょっとあの太さもちょうどいいし、それ自体はすごくシンプルで。続いては鶏肉です。これが鶏肉、噛めば噛むほどこうね肉のこう鶏肉のうまみっていうのはジュッジュッと出てきて、うまみが凝縮されています。で皮がねこう一緒に入ってきてプリプリでね、うん、であの鶏肉自体はこう何とかな、肉質が身のささみの部分がそうなのかな、淡白であるんだけど肉汁が詰まってる、脂っこくないんだね、でもその肉汁がすごい溢れてきて、皮と身のバランスが絶妙のようです。これうまみがすごいね、どういうふうに本当調理してあるんだろうっていうぐらい、あのまああの醤油風味かな、うん、味わいがねすごいこう いい感じで、あの色がってきて、あの鶏独特のねまたその牛とか豚とか違うあの独特のチキンのあの独特の鶏のねシンプルさがあるんだけど、これもそれがすごい広がる、まあだから醤油ベースで、うん、横にもあのソースがついてるもうそれいらないぐらいの感じだね。この後も
地元の名店でさらに食べ歩きます。